こんにちは、速稼塾の久保です。今回は広島参院選補選ですよね。本来だったらこんなことしなくてもよかったんですけども、自民党公明党によるもう綿密な、ね、買収がバレたということでね、これがおチャラになりまして、もう一回参院選、やりましょうということになって、余計な費用を13億かけてですね、誰も自民党公明党誰もお金払わずに、こうやって誰のお金か分かんないお金で再選挙は行われております。なんと無責任な政権ではないですか。でもね、今回ね、自民公明党が推薦する候補者公認の方すごいですよ。西田秀則さんですよね。この方がね、重点政策でものすごくいいことをトップに置いてくださってるんですよ。5つの重点政策のうち1個目、透明な政治を実現し政治への信頼を取り戻すと書いてます。正確に言うと政治が信頼を失ったんじゃないですからね。自民党公明党が勝手に単独というか2つですけども、信頼を失ってるだけですから。他の党にまでね、責任が及ぶような言い方ですけど、これ政治の信頼って政治じゃないから、政治は信頼されてるんですよ。その中に中枢にいる与党が信頼なくしてるだけですからね。不正統計から始まってね、安倍総理のことからねそれから森友かけでしょ。で、挙句の果てにはこの選挙買収ですよ。買収されちゃう市議も情けないなと思いますけどね。10万20万ポッチでそんな金だったら俺がやるよって感じですよね。ね、何なんでしょうね。まあ金だけじゃなくて、受け取らないと自分の出世がないというね、そういうふうな出世欲なんでしょうけども、今回西田秀則さんが透明な政治を実現して政治への信頼を取り戻すということでね、選挙違反があったことを踏まえ、再発防止と歳費の支払いの在り方も含めた規律強化を進めるということなんで、ちょっとね、電話をしてね、聞いてみたいと思うんですよ。何を聞くかというと、この選挙買収のことを明らかにしてくれるんですよねってことですよね。082-259-3330、選挙事務所でございます。こんにちは。私、広島県福山市に住んでる有権者の久保と申します。ありがとうございます。今日西田秀則さんのテレビを見てですね、私よりも随分若くってすごく期待できる方だなと思ったんでね、ちょっと応援というか激励とともにですね、一個だけどうしても聞きたいことがあるんで、ちょっと電話させてもらったんですよ。西田さんに本当にね、前回私河合案里さんに期待して投票したんで、もう非常に残念だなと思ってるんですね。で、周りの人にも勧めちゃったもんで、私顔が潰れちゃって今度こそと思ってるんですよ。で、今回西田さんのプロフィールホームページ見させてもらったら書いてるじゃないですか、透明な政治を実現し政治への信頼を取り戻すって。だからこれ、西田さんがもしかしたら選挙買収のことを明らかにしてくれるんだろうなと期待してるんですけども、そこは一点どんな感じになるんでしょうか。はいはいはい、ぜひお願いします。ありがとうございます。すいません。秘書の方が出てくださるそうです。秘書の方、今受付の方がね、私の話聞いてくださったんですけども、秘書の方が答えてくださるそうなんで、これちょっとね、いい返事が聞けそうじゃないですか。もしもし、お電話かかりました。あ、もしかして西田さんですか。はい、いえ、すいません。私は事務所の手伝いに来てるものですけど。あ、すいません。早とつりしちゃって、なんか声が似てるなと思ったんで、舞い上がっちゃいましたよ。すいません。恐縮です。はい。お聞きになったと思いますけど、今の電話の方から。今日ね。何か政策的なことをお伺いしたいという話を伺ってはいるんですけれども。そうです。あんまり難しいことじゃないんですけども、まずね、今日テレビ見て西田さんが、私のね、よく、知っている広島の場所であっちこっちで喋ってる動画見て、あ、なんかすごいなと、私よりも随分若いのに広島をねすごく盛り上げてっていうか救ってくれそうだなと思って、むちゃくちゃ魅力に感じたんですよ。で、前回も代わりあんりさんにね投票しちゃったんで、なんかものすごいこう周りの人にも勧めてたんで顔が潰れちゃったっていうところで、ちょっとね、じくじたるものがあったんですけども、西田さんのこの顔はいいだろうみたいな
そんなところでちょっとね、恐縮です、ありがとうございます。いやいや、いただけると候補も喜ぶと思います。はい、それでね、あの、制作の方をホームページを見させていただくと、一番最初にやっぱり、ね、すごく、はい、私のこれはやってくれってことが書いてあったんで、はい、ここでちょっとあのお問い合わせしたいことができたんで電話させてもらったんですね。はい、はいはい、でここにね、透明な政治を実現し、政治への信頼を取り戻すっていうふうに書いてあって、はい、まあ、小さい文字で選挙違反があったことを踏まえ、これだから買収のことだと思いますけども、これがあったことを踏まえて再発防止と歳費の支払いのあり方って書いてますよね。だからこれね、西田さんは選挙買収のことを今までずっと誰も話してくれなかったんですけども、明らかにしてくれるっていう意味だと思ってるんですけど、そういうことでいいんですかね。ですね、基本的にここのところは、あの候補の肝でもありますので、はい、これははっきりさせていくことだと思います。ただ、うんうん、今検察で調査中ですので、そのあたりをどうするのかっていうのはこれからの話になってくることだと思います。検察の方で判決がまた出てきますので、それに従って党として、自民党としてどういうふうに変えていかなきゃいけないのか、多分そこのところを皆様の前のまたご説明する責任は生じてきますので、はい、そこで何らかの説明をさせていただくことになると思います。ほうほう、それはあくまでだから検察の方で判決が出ていただいて、どういう対処をするか決めた上で、じゃあこれ今後こういうことがないようにしようと、じゃあこういう形でしていきましょうという形で方針を示すことになるのかなと。あ、というとなされるかどうかわからないし、その時期も明らかではないってことですか。ですね、現実的にあの検察側で資料が押収されているので、あの野党側はですね、普段あのどんどん資料出せどんどん資料出せって言うんですけれども、はい、今捜査中なんですよね。まだそれは判決が出てなくてですね、うん、あの西田さんはただそこのところ、また広島の皆様にあの本当にご心配でご迷惑をおかけしたという自民党県の方針に従ってですね、この、 あの心情に従ってやっていくことにはなると思いますので、はあ、皆さんの前できちんとお話しさせていただくことになると思います。うん、それはいつ頃になるんですか。これ選挙中にやっていうことになんないですよね。選挙中にはまず無理。だってもう、すいません、2年まだ判決が出てないので、はいはい、で出ない、出るまでは分かんないってことですか。あ、はいはい、だって当事者全員自民党の方じゃないですか。分かるでしょ、したら当事者に聞いたら、資料なんてなくても。いや、結局その当事者の方は、まあ、河合克行さんですけれども、うん、はい、その方が話せないって言ってる時に時点でですね、今ちょっと私なんかもすいません、分からないんです。あ、事務所にいてもですね。なるほど。一体どういう形で何をやってたのかって、本当裏でですね、はい、本当のことは分からないんですよ。そうなんですか。なんかまたこういうことが起きそうってことですか。したら、いや、だからこういうことがだからないように、はい、きちんと透明化できるプロセスをみんなで考えましょう。そうですよね。こういうことを書いてるんですよ。本当ですよね。だからこの前回ね、10万とか20万で買収されてるんで、こんなに安く買収できるんだったら、なんかこれからも起きそうなんですけど、もうちょっとせめて値段を上げるとかっていうのは変な話ですけども、なんでこうなっちゃったんですかね。はい、本当にっていうかですね、はい、人の心を金で買うってこういう昔から、まあ、昔はあった話ですけど、最近はやってないのに、あの方は全部やられたんでですね、うん、そういったことは絶対ないようにしようと、うん、いうのが西田さんの思いでやってますので、はい、それに従って本当に今皆さん、ボランティアで協力いただいている方もたくさんいらっしゃいますのでですね、うんうん、そうですよね。西田さんにはそれだけの気概があると思うんですけども、党の方針に従えないっていう圧力は当然あるじゃないですか。それは西田さん自分の信条を曲げる可能性は大いにあると思うんですけども、そこはどうですか。そこのところは、ね、西田さんの決断になると思います。ねえ、じゃあ政治責任という形でその後決断されると思います。うん、そうですか。ああ、まあお答えにくいとこすいません、ありがとうございます。あの、すいません、あまり追記しても意地悪になっちゃうんでこの辺にしておきます。でも本当にね、はい、本人はですね、本当に腰が低くていい方で頑張られてますので、はい、ぜひそれをね、県民に、有権者に腰が低く、権力者に腰が低いのやめてほしいんですよ。あ、それはそういう人ばっかりじゃないですか。それは良くないですね、本当に。あの、有権者の皆様に基本的に腰を低く、いつもあの周りの人にですね、あの、ありがとうございます、ありがとうございますって頭を下げて歩くような方ですので。河合安里さんもそうだったんですけどね。そうですね、あの、上にへつらって下にあの板陰に出るような候補にはなっていただきたくなくてですね、我々の方もしっかり見ておりますので、うん、ええ、前回もそうだったと思うんですけどもね。まあ、繰り返されますね。いや、本当にその辺りでですね、本当にご期待の方を裏切ってしまってですね、本当に申し訳ないんですけれども、今回の候補は本当にいい方ですので、ぜひ街頭等で、お
お目にかかっていただいた際は、直に触れていただきたいなと思うんです。前回も触れたんですけどね、僕に見る目がなかったんでしょうかね、やっぱり。いや、すいません、本当に。いや、上手ですよ、だから騙すのが、本当に、自民党は。そういうふうに見られてしまうんですかね、やっぱり。今までずっと僕の投じた票は、自民党以外ないんですよ。なんでこんな暮らしになるんだって話ですよね、だからね。しかもこんな電話をしたくなかったですよ、本当、今日の今日まで。応援してますよぐらいで終わってたんですけどね、はい、ありがとうございます、丁寧に答えていただいて、申し訳ございません、はい、ぜひ西田さんの演説直接ご覧いただければと思いますので。そうですね、はい、ぜひ機会があればよろしくお願いします。こちらこそお忙しいとこすいません、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、はい、すいません、失礼します。はい、ありがとうございます、はい、失礼します。いや、非常にね、丁寧に答えていただきましたね。私はね、この秘書の方、西田さん、素晴らしい方だと思いますよ。絶対に俺たちの手で自民党、公明党、ひいては政治の信頼を取り戻すんだと、俺たちはクリーンなんだというね、もう若いエネルギーにあふれてると思います。ただしですよ、お前らの将来と見ず知らずの国民わーわー言ってるね、底辺層とどっちが大事なんだ、自分の人生考えろみたいな感じで来るのが自民党ですよ。統計不正に始まりね、森友家計死人まで出てる、そしてそれを未だに隠蔽している、改ざんに次ぐ改ざんで、特別定額給付金10万円もう払わない、そして3度目の緊急事態宣言、何なんですかね、これはね、インチキだらけということでございます。そしてオリンピックには来てくださいと、問題ありません。緊急事態宣言を1年間で3回もやっといて、オリンピックには全く問題ありません、無理があるんだろうと思いますけども、これは私が勝手に思っていることなんでね、私以外の人は自民党は素晴らしい、公明党は素晴らしい、お前がいることが違うんだかもしれません。私の声は少数意見でございます。そしてね、重ねて申し上げますけども、西田さんには何の恨みもありません。自民党はどうかなと思いますし、そこに切って出る、打って出る西田さん、勇気があるのか、それとも何かの目論みがあるのか、そう思わざるを得ないんですが、今の電話対応をね、聞かせていただく範囲では、なんとか西田さんのような方が自説を曲げずに国民目線で出世してほしいなと思うばかりでございますね。現実はそうじゃないかもしれませんけど、はい、ではですね、丁寧に答えていただいたこともありますんで、まあ投票をどこにするかはまだね、宮口さんだな、これは、うん、結局警察がどうとか言ってますけども、警察の捜査をどうこうするのも内閣が決めれることですからね。検察庁法改正手出したでしょ、ね、国家公務員法改正できるわけですよ、ね、最高の権限は内閣にあるわけですから、うん、しょうがないですよね。それから河合克行、河合案里、不正をしてたことが明らかですから、証拠なんてなくても、警察の捜査が終わらなくてもでしょ、本人も認めてるし、だったらどうしてそういうことが起きたのかっていうことをね、当選してから調べるんじゃないんですよ。今分かるだけのことを出してこいと、身内なんだから。同じ自民党の中にいるわけでしょ、自民党の中にいてもできないんですか、だったら当選したら余計できないですよ。当選したらね、党の出世街道あるでしょ、国民と党の中の人生どっち大事ですか。西田さん、自分の人生棒に振ってても国民のために尽くす覚悟はあるんでしょうか、それともその狭間で苦しんで赤木さんのようにね、ならないでほしいと思いますよ、うん、なんか清枠、清濁、合わせ飲むみたいな言葉がありますけども、そんなことは許されません。清濁は合わせ飲んではなりません。清い水だけ飲んでください。それが政治家でございます、だから私は政治家になれないですね。ということで今回は以上でございます。皆さんいかがだったでしょうか。それでは。